企業名キャッチコピークイズ。キャッチコピー。はい、キーピースカルピス。あ、そういうことか。そっち系ね。はいはい、一部分をまあ穴埋めというか隠しているので、はい、その部分は当ててほしいと。穴埋めにいいんだ。そう、全員全問正解。余裕だね。余裕だね。まあ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 、今回は全部10問用意しておりますので、はいはい、画面の前の皆さんも一緒に考えてみてください。はい。それでは第1問目、はい、こちらです。インテル。あー、これはね、はいはい、まあさすが1問目。これはもう、え、何それ。さすがインテル入ってる。入ってる。入ってる。インしてみる。入ってる。インテル、インテル、インしてみる。聞いたことありますか？ねえな。それで言ったら入ってるもねえな。絶対あるよ、インテル。これはテレビ見たら絶対あるよね。もう、ありえない。入ってる。続いて2問目。こちらも超有名です。こちら。パワーレコード、ノーミュージック。はい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 。いやいや、絶対聞いたことない人いるっていっぱい。いないって。いや、タワレコも聞いたことあるよ。もう絶対ある。いや、さすがにこれ合ってる。ただタワレコじゃ分かんなくても、このワード自体は聞いたことある。あ、絶対ある、絶対ある。もうここまで出してくれてるんだから。そうですよ。さつき以外3人、せーの、ドン。はい。ノーライフ、ノーライフ、ノーライフ。ノーライフ。おお、よかった。はい、ということで2問目の正解はこちら。ノーライフでございます。嬉しい。本当に嬉しい。よく導き出せたな。すごいね、本当に。3問目、3問目も有名な会社でございます。こちら、マクドナルド。アイム。でもこれはね、英語ですから。英語なんですよ。あー、確かに。あれ、英語。あれ、多分こうだった気がする。これはちょっと英語がちょっと難しいかもしれないですけど、まあ絶対みんな聞いたことあるんで。英語で書かなきゃダメ。カタカナダメ。カタカナダメ。いや、英語でしょ。そう、英語。待って、あれちょっと待って、これ英語ってなるとちょっとむずいぞ。 I'm loving。 なんかこの N のこのめっちゃ音つ。お前見たことあるか、そんな言葉。 I'm loving。 ああ、はい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 。チョン・イン。ああ、そっちか。はいはいはい。ラビン。アイムラブン。でもアイムラブンイット。イットが最後なのは確か。アイムラビン。え、ラ。だからロビン。まあスペルほぼ合ってるんで、セキさん1ポイント差し上げましょう。うわー。今までで俺めっちゃいいじゃん。続いて4問目。4問目の会社はこちら。まあ、株式会社ファーストリテイファーストリテイリングさんなんですけど、まあ、これは聞いたことあるというより、なんかなんとなくもう思いつくかなって思いつきやすそうだなと思って出しました。服を変え、常識を変え。服を変え、未来を変え。うわー、そっちか。イメージを変えろ。イメージ、なるほど。限界を変えろ。意味が分かる。頭マジで、ね、ちゃんとおもろくなってきてるよ。限界を変える。服を変え、常識を変え、世界を変えていく。だからまあ、まあ、考え方は合ってるんですね。こういう、だから、だから聞いたことあるね。もうないこれ、これないよ。もうお風呂ない。今ちょっとバグっちゃって。5問目はこちら、有名企業になります。こちら、日立インスパイア。なんか聞いたことありそう。一応これ英単語で言うとって感じですね。2単語あるってこと。これ2単語いいの。インスパイア、ふふ、似たんだ。インスパイアオブネクス。なんか五感はね。おいいよ。五感は出せるよ。こういう。イズネクス。あー、イズかもしんない。オーバリュー。バリューはね。ザ・ネクストです。ザ・ネクストじゃない、これ。そうですね。ってことで、インスパイア・ザ・ネクストでございます。はい、ザでございます。6問目はこちら、株式会社三井住友フィナンシャルグループ。うわ、余裕。リード・ザ・ホニャララ。これ CM 見たのか。でもフィナンシャルグループ、なんか CM であったよな。そう、そこまでなんか出てきてるけど、余裕じゃなかったよ。マネー。リード・ザ・マネー。マネーですよ。ドリーム。
ドリーム、有名ですね。有名アゲインなんだけど、サイトだと思ってリードこれ読むだと思って読む書くだと思ってリードザバリューでございました。ここでバリュー。ここでバリュー。はい、ここでバリューでございます。ざけんなこれは誰もいないね。これはもう正解ですよね、さすがに。はい、ジャンルとしてはターボ欲しかったっていう感じじゃないですか。まあそうだね、一番汲み取ってはいたけどね、うん、続いて7問目、はい、こちら皆さん利用したことあると思います。こちらルミネでございます。うわルミネ、ルミネね、私らしくをこのやられば私らしくを全然わかんない。私らしくをイン踏んでる、まあイン踏んでるか、私完全に全部踏んでるわけじゃないですけど美しく。まあ、新しく。はいはい。ああ、それや。いいね。新しく。新しく。そして新しく。いや自分が。自分が。自分で書いてた。新しくって書いたつもりだった。私らしくは新しくでございます。たつき正解。新しくが。それや。かっこいい。かっけいいな。めっちゃかっこいいですよ。私らしくは新しく。うわぁ、洒落てますよね、これね。新しい自分へみたいな意味なんだろう。そうだね。8問目、はい、こちら株式会社ドトールコーヒードトールのちほにゃら。ドトールのちダジャレ、ダジャレ。いや、これダジャレとかじゃないですね。ひと息ドトールのちひと息ドトール。ドトールのちドトール。また濃いね。高品、まあ、皇室。ハレルヤ。はいはいはい。ドトールの地、ハレヤ。おお、惜しい。おお、まあ、これはもう第一さん1ポイント上げてもらって。すごっ。これよく曇りの地、ハレとか、天気で使いがちよね。9問目でございます。はい。2問目、こちら。J フロントリテイリング株式会社さん、暮らしのホニャララを発明する。長そうだな。供給革命を発明する。あったらいいなを発明する。あったらいいな。なるほどなるほど。安心環境を発明する。ちょっと下向きながらじゃなくて胸張って言うと大きい声で言ってくれる。安全のサポートを発明する。安全のサポート、うん、新しい幸せを発明する。まあまあまあ確かにね、いいよね。だから多分俺がヒント出してって言われたら新しいの部分だけ見せっす。じゃあ回答者いないと。今回は回答者なしということでございます。うわー、まあいいね、いい分だね。はい、最終問題となります。ういー、はい、最終問題、僕は結構これはかっこいいなというか深いなと思いました。なるほど。はい、深い系ね。はい、こちらです。伊藤忠商事株式会社。伊藤忠、はい、伊藤忠ね、一人の商人。あー、伊藤忠ね、書きました、ありがとうございます。一人の商人、一人の商人、みんなの会社、みんながお客さん、みんなの商人、みんなの商人、一人の商人、無数の使命。え、じゃあもうこっちの方がいいね。こっちの方がいいやん。絶対これの方がいいやん。無数の使命で。でもさ、良くない俺だったら好きなやつ。いや、絶対いいよね。まあ、確かに。うん、語呂も合ってるしさ。うん。以上、10問終わりましたということで、じゃあ、結果発表してまいりましょう。はい。ジョイさん。4! 4ポイント。タッサン、2。セイさん。6。6。そして、タボさん。2。ということで、優勝は、正義ー、最後、正義、オーナー1。いやー、ダントツだったら。インテル入ってるとかも超いいけどね。あー、いい趣味で、ルミネもありましたね。確かにルミネもありましたね。それね、これめっちゃかっこよかった。はい、って感じで皆さんはどのくらい当たったでしょうか。ということで、この動画も面白かったらチャンネル登録、高評価、通知登録よろしくお願いします。お願いします。それでは次回サブチャンにお会いしましょう。バイビー。バイビー。